にちは、ほのかです。今回はバストアップレシピ、キャベツとベーコンのミルクスープを作っていきたいと思います。キャベツには女性ホルモンのエストロゲンを活性化させる働きがあって、それによって乳腺の働きを手助けしてくれたり、ホルモンバランスを整えてくれる効果があります。牛乳にはバストを支える大胸筋の筋肉を強くしてくれる働きがあります。さらに免疫力を上げたり、お肌にハリを与えてくれる効果もあります。それでは早速作っていきたいと思います。まずはキャベツを切ります。次はベーコンを薄く切ります。フライパンにバターを乗せたら火をつけて、先ほど切ったベーコンとキャベツを入れて炒めます。牛乳を 500ml 量って投入。固形スープの素を入れたら塩コショウを少々、あとは混ぜるだけ。器に入れたらミルクスープの完成です。いただきます。まずはスープから。めちゃくちゃ美味しい。とても温まります。お次は冷しゃぶサラダ。レタスには女性ホルモンの活性化や質の良い睡眠を促す効果があるので、バストアップにとてもおすすめです。豚肉は美容や疲労回復効果の高い成分が豊富に含まれています。お豆腐には乳腺細胞を増やしてバストにハリを持たせてくれる働きがあります。美肌効果にも最適です。鮭にはバストアップの最大の敵、ストレスの解消作用があります。さらにシワやたるみ改善効果も最高すぎる。ごちそうさまでした。ということで、今回はバストアップレシピ、キャベツミルクスープの紹介でした。短時間で作れるので、朝とかに飲むのもめっちゃいいのかなと思いました。しかも味がもうめちゃくちゃ美味しかったです。最近は梅雨入りして朝とか夜とかに急にね寒くなったりすることも多いと思うのですが、そんな時はこのスープを飲んで体を温めてみてはいかがでしょうか。またぜひ皆さんもおすすめのバストアップレシピありましたらコメントお待ちしております。それでは今日も見てくれてありがとうございました。またねー。